あなたにかけられている容疑はチート行為という茶しなもんじゃありません。あまたのゲームを破壊してきたテロ工作だ。 PUBG、APEX、フォールガイズ、FPS だけではありません。ポケモン、パズドラ、挙句の果てにはちびまる子ちゃんのゲームにまで手を染めた。見たことありますか？画面の高速で移動するまるちゃんをまるでゴキブリだ。それがどうした？私はゲームが苦手な者たちへ救いの手を差し伸べているだけだ。救いの手？健全にプレイしているプレイヤーを差し置いてですか？勘違いしているようだから言っておくが、ゲームの遊び方は人それぞれだ。迫害などと君たちはのたまうが、我々は純粋にゲームを楽しんでいるだけだ。そこを邪魔するということは、君たちも同罪だということを分かっているのか？健全にプレイしている者も悪だというのですか？捉えようによってはそう感じる者もいるだろう。君らはチート行為をいかにも姑息で邪悪な手段のようにまくし立てるが、本当にそうなのか？性能の良いパソコンを使うのはチート行為ではないのか？マウスは、キーボードは、ヘッドホンは。勝つために性能の良い機材を集めることと、高い金をはたいてチートを購入することに、そこに何の違いもありはしない。勝つために金を使い、コネを使い、時間を使う。一緒だろう。なぜ我々チート使用者だけが、こうも吊るし上げられなければならないのか？そんなザレ事が通用するとでも？勝利、君だって一度や二度ではないだろう。勝利に貪欲になったことは。自分には無理だと諦めるものと諦めきれないもの、どちらになろうがそれは人の自由だが、私はそんな諦めきれないひたむきな努力家たちを捨ておけなかっただけだ。褒められはしてもけなされることなどあってはならない。むしろ彼らこそ真の被害者だと私は考えている。被害者？よりによってあなたがその言葉を使うのですか？ああ、被害者だ。無論私に全く非がないわけではないだろう。だが私だけが悪いわけではない。健全なプレイヤーもチーターも等しく被害者だ。醜い保身のための妄言はやめていただきたい。そんな言葉で私があなたを許すとでも？許すだと？何様だ。貴様にチート行為を咎める資格などありはしない。双方静粛に。では、勝つための手段に過ぎないチート行為は罰せられるべきではないということでしょうか？そういうことになるな。わかりました。勝つためのチート行為が是であると、あなたは心の底から信じているようだ。はっ、とんだ茶番だったな。勝利、この貸しは大きいぞ。私をこのような場に立たせたことを後悔することになる。お待ちください。私が後悔する前に、こちらを見ていただきたい。一体なんだこれは？すべてあなた名義の請求書です。なぜその請求書がここにあると聞いているんだ？なぜ？それは手段の話ですか？それとも理由の話でしょうか？その両方だ。今さら小賢しい真似などするな。ではお答えしましょう。この請求書はすべて我々が不正行為で入手した、決して表には出ない請求書です。不正行為だと？そんなものを用意して何になる？脅迫のおままごとか？いいえ、本気も本気です。架空のでっち上げ、不正まみれ、本来では入手できないものを特別に用意してもらったんです。どういうことだ少尉、これは明確な侮辱行為に当たるぞ。侮辱行為？それはおかしいでしょう。あなたの言葉を借りれば、勝つための手段に過ぎないチート行為は罰せられるべきではない。不正行為、改ざん、数値変更、どれもチート行為の鉄板でしょう。そんなものを用意してどうなるというのだ。偽造のまがいもんで私を脅してどうなる。無論あなたにお支払いいただきます。何をバカな。そんなくだらないものに私がバカ正直に支払うと思ってるのか。いいえ、ここにはあなたの意思なんて関係ありません。今からあなたの口座に不正アクセスし、通常では再現できない挙動であなたの金を奪います。あなたの大好きなチート行為です。言いましたよね大佐、
救いの手を差し伸べただけだって。私も同じです。チーターに苦しめられているプレイヤーたちに救いの手を差し伸べただけです。その行為は褒められはしてもけなされることではありません。すべて大佐、あなたがおっしゃったことです。ふざけんな！こんな子供騙しの論法で私に歯向かうのか！歯向かうも何も、あなたの言葉で言えば私は慈善活動をしただけです。あなたがチートツールで得た莫大な金を本来あるべき場所に返すだけです。何よバカなことを。私に罪はない。ゲーム運営もチーターを野放しにしてるじゃないか。チーターが悪だというならば、それを放置する運営も悪だ。罰せられない、バンされないということは全て合法で、私たちには一切罪はないということだ。お前にこの真理は一生分からん。大佐、ゲーム内ではバンされずとも、人生がバンされるということも知っておいた方がよかった。あなたは破滅です。あなたの大好きなチート行為によって終わるんです。せいぜい檻の中で俺杖への妄想でもしていてください。私たち健全プレイヤーは毎日楽しくゲームをさせていただきます。